皆さんこんばんは。第73回早慶サッカー定期戦、自称応援マネージャーの全力マンです。この歴史ある早慶戦において、応援マネージャーというとても重要な役職を自称することができ、本当に光栄に思っております。そしてその早慶クラシコ、いよいよ前日に迫ってまいりました。前日で大変恐縮ですが、私なりのエールというものを送らせていただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。そもそもこの早慶クラシコ応援マネージャーとは何なのか、これ気になっている方も多いかと思います。自称早慶クラシコ応援マネージャーの私全力マンからご説明させていただきます。そもそも早慶クラシコ応援マネージャー制度というのは、2019年の早慶クラシコから始まった企画となっております。初代応援マネージャーを務めていただいたのが、慶応義塾大学応援マネージャーは渡辺渚さん、早稲田大学応援マネージャーは石川みなみさん、このお二人に初代早慶クラシコ応援マネージャーを務めていただきました。慶応義塾大学の渡辺渚さんは現在フジテレビのアナウンサーとして大活躍中、そして早稲田大学応援マネージャーの石川みなみさんは現在日本テレビのアナウンサーとして大活躍中でございます。この実績を見ていただければわかるかと思います。一目瞭然なのですが、この早慶クラシコ応援マネージャーというのは、素敵な輝く女性を輩出する登竜門としての機能も果たしていると言えます。そんな中、この第73回自称早慶クラシコ応援マネージャー、この、舞台をきっかけにですね、私自身もこれからより一層こう飛躍していけるように、選手たちに負けない情熱で頑張っていけたらなというふうに思っております。お昼休みはウキウキウォッチ、あちこちそちこちきっと。さて、その早慶クラシコ応援マネージャー企画なんですけども、当時はまさかこんな、こう今年は4年目ですかね、こんなに続く企画になるとは思っていなかったんですよ。このように長い長い早慶サッカー定期戦の歴史の一部となっているというふうなことを本当に嬉しく思うと同時に、私自身反省しなければならないこともたくさんございます。それはもう数えきれないんですけども、例えばこの SNS 系の企画に関してに限定してお話しさせていただくと、皆さん覚えてますかね、俺たちの早慶戦企画、どっかで聞いたことあるという方、なんとなく思い出したという方、全く記憶にない方、様々かと思います。この早慶サッカー定期戦の早慶クラシコ応援マネージャー企画と同じ年に誕生した企画がですね、この俺たちの早慶戦企画だったんですよ。で、俺たちの早慶戦企画ってなんだっていう話だと思うんですけど、ピッチ内における両校のプライドをかけた熱い戦いだけではなくて、ピッチ外でも絶対に負けられないんだというふうな戦いを、こう、視聴者の皆さんに見せていくことで、より一層、こう、早慶クラシコへの熱気を高めていこうというような企画になっております。で、例えば、トイレットペーパーをどっちが早く負けるかとか、あとどっちが、など、本当にいろんな戦いをしていたんですけども、私が参加させていただいた競技といたしましては、フラペチーノ早飲み対決でございます。で、皆さん大好き、フラペチーノ、スターバックスに売られてるフラペチーノなんですけど、その抹茶フラペチーノを、こう、早稲田大学の選手とどっち早く飲めるかというふうなことで、私、全力マン、当時奥山猿というふうな名前で活動しておりましたけども、参加させていただきました。その時、なんでこう、で、その企画、今なくなってしまってるんですけど、なんで引き継がれてないかというふうなところですね。まず初年度から非常にブランディング間違えてたんですよ。で、どういうふうに間違えていたか、当時の映像がこちらになります。どうぞ。
てかさ、みんなフラペチーノって言ってるけどさ、あれフラパチーノだから覚えておいて。僕の本気のバキュームを見せるだけですね。スタート。ああ、これもまた早計戦である。ありがとうございます。ご覧いただけたでしょうか。この企画はですね、後に投稿削除というふうな指示がありまして、ちょっと投稿な、大会を迎える前に俺たちの早計戦という企画はもうなくなってしまったんですけども、このまあフラペチーノ早飲みですね、まあ非常に品がないと、慶応早稲田を代表する人たちが何をやってんだというふうな、本当にごもっともなお叱りを受けまして削除されました。その次の年とかも一応なんかまた形を変えて俺たちの早計戦リベンジというのも拝見させていただいたんですけど、今年は見事になくなるというふうなことで、もう応援マネージャーとの企画の立ち位置が全然もう歴然としてしまっておりますけども、はい。早慶サッカー定期戦の歴史の一部となっている応援マネージャー企画、そしてもうなかったことになっている俺たちの早慶戦企画、これを見てですね、こうまあ慶応義塾大学体育会速稼部もそうです、早稲田大学足利蹴球部もそうです、本当に歴史のある長い歴史を持つ伝統的な組織、この伝統というのはですね、単純に先輩がやっていたことをそのまま引き継ぐのではなくですね、必要なものは受け入れて、必要ないものは省く。そしてその上で、新しくチャレンジしなければいけないことをチャレンジしていくと。これがまさに、伝統を守る。単純な保守的になるのではなくて、伝統を守り抜くっていう意味での、守り抜く上で必要になる。そういうスタンスなのかなというふうに私理解しておりまして、私、応援マネージャーとしても、両部、皆さんが、ピッチの中で躍動できるように、伝統の重みを理解して皆さんに、応援のエールを送っていけたらなというふうに思っております。そもそもですね、早慶サッカー定期戦と早慶クラシック、どういう関係なんだというふうな話かなというふうに、よく分かってない方は思うと思うんですけど、早慶サッカー定期戦というのは、早稲田大学と慶応義塾大学、これ、めちゃくちゃバチバチのライバルでして、サッカー以外にも、まあ、野球とか、バスケとか、水球とかも、いろんなところで早慶戦があるんですね。で、その中の一つが早慶サッカー定期戦ですと。で、この、歴史はですね、実は、日本で言うと J リーグよりも古い歴史を持ってまして、国立競技場でかつて行われていたりだとか、かつて天皇陛下が試合にいらっしゃったりしたような、そんな歴史ある大会なんですけど、J リーグなんかよりも歴史が古いダービーマッチということで、日本のサッカーの伝統的な一戦、ダービーマッチといったらこれ、早慶戦なんだというふうなことで、早慶クラシコというふうに、まあこれあくまで呼称ですね。呼び方をつけることによって、より一層認知度を広めていこうというふうな、狙いがあったというふうに言われております。そんな早慶クラシコ、慶応義塾大学がなかなか勝ててなかったんですけど、去年ですね、パーンと勝ちまして、もう数年ぶりの勝利を遂げたと。そこからですね、まあ早稲田大学も今一部で活躍する、選手たちたくさんいる強豪校ですけども、どっちが勝つのかというふうなことで目が離せない試合になっております。西ヶ丘で試合行われますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。私、自称早慶クラシコ応援マネージャー全力マンも画面越しに熱い応援を送りたいなというふうに思っております。早慶両チーム頑張れ。
my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud.